皆様こんばんは。魔界特賞の MC ヤン徳さんだよ。ヤン徳さんって誰だよ。お前静かにしろや。で、今日は特別な日がすぐ来るので、エレガンスなゲストを招待しましたよ。準備できてる？よくわかるけどできてるよ。はい、今日のゲストはジユさんでした。イエーイ。ジユさんって誰？誰だってお前知ってるやん。早く自己紹介しろ。皆さんこんばんは、くんじゅうです。日産所属の生徒会長のジユと申します。今日よろしくお願いします。生徒会長、なんか今日3人だった気がするね。ね、なんか感じてる、真ん中にさ、なんか真ん中にさ、あの誰かがちょっと見えるんじゃない？何の話なの？ヤントクさんだよ。いや、何も言ってないんだけど。一旦今日来てくれてありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、もうすぐで3周年だと来たんですけど、はい、はい、気持ちはどうですか、今？今ですね、これを見てるハリちゃんっていう同期があるんですけど、はい、あ、誰？ハリちゃんって？あ、僕の、 親友です、はいはい、親友、はい、大切な、なんか、悪魔、なんか、ナイトメア、なんかね、あの、うん、はい、ちょっとあなたはちょっと知らないかもしれないんですけど、はい、知らないです、はい、あの、ちょっとあの、ナイトメアコレクターっていうか、ちょっと悪夢大好きな、あの、ちょっとあの、小学生っていうか中学生みたいな子が会ってて、今多分この配信を見ながら応援してると思うんですけど、まあ、その動機に、ま、一つだけ伝えたいことがあってて、見てるかーい！おい！で、お前の気持ちは何だって。僕の気持ちね、はい、僕の気持ちはね、なんていうかね、長いまだ新入りで大丈夫じゃないかな、3年だけど、みたいな感じだね。赤ちゃんですよね。バブー。ごめんなさい、皆様。はい。で、今日ね、3周年だから、もう、うん、我が輩は知らないけど、はい、まあ、なんか、あなたも我が輩っていう、あれ使うんですか？質問を、ちょっと準備しました。はい、なんか、お前らもね、今見てるお前らも、なんか気になるものがあったら、いたこれよ。で、今日の質問です、はい、ジユさん、はい、なんかこれあるんでしょ、なんかデビューした後のなんか心の、これデビューした後での心なんか、これになりたいとか、これにしたいとか、これは絶対やりたいとかあるんじゃないですか。 3D をもらってライブをやりたいっていうのがあったんですね。まだ叶うことできなかったんですけど、なるほど、うん、まあ、これから頑張ればいけるんじゃないか。それはね、みんなの夢ですよね、うん、はい、ね、応援してくれるみんなも応援もできてるし、まあ、あの動機の中でですね、 あなたはよくわかんないかもしれないんですけど、はい、あのアルバムを出した動機があってですね。知ってますよ、魔王さんはめっちゃ好きですよ。ああ、なるほどですね。ね、あのご存知ですね。はい、あのその動機のナリーちゃんがですね、あのアルバムを出したので、はい、僕もいや、いつかは出せるんじゃないかなみたいな期待感をちょっと持ってるんです。はい、そう。いつか出してほしいなみたいな。あ、最近僕も買ったんですよ。はい。はい、ですよね、なんかサインももらったって来たことありますよね、はい、魔王様から、はい。なんかサインもらったんですよ。はい、いや、僕が。はい、なんかね、あのちょっとナイフ刺しながらおいおい早くサインしろよみたいな感じで、まあ、お願いしたんですけど、お願いじゃない、マジか、はい、で今の心はどうですか。今の心は、はい、まだまだ目標に辿ってないので頑張りたいと思いますみたいな感じです。らしいですね、はい、はい、じゃあなんか一番気になるものなんですけど、はい、同期たちの初印象は気になりますね。それ去年言ったんじゃなかったっけ。いや、もちろん あのあなたは知らないし、はいはいはい、知らないから、まあね、あと、まあ、この番組、そうなのだ、番組っていうか、まあ、配信見てる方たちも知らないかもしれないけど、うんうんうん、なんていうか魔王様ですね。最初の時は自分が魔王っていうこと全然言ってなかったんですので、まあただの中学生高校生ぐらいになるんじゃないよな、うわみたいになるんじゃないかなみたいな、あの初認証があったんですね。あとめちゃくちゃ可愛いな、この子めちゃくちゃ背ちっちゃいしみたいな感じがちょっとあってて、で、ハリーはですね、あのなんかちょっとあのゴシックっぽ
い印象だったので、あのちょっとこの子怖いかなみたいな印象がちょっとあったんですけどね、まあ、今全然違うんですね。はい、なんか噂にとってはなんかガキだと来たことありますよね。すごくなんかクソガキみたいなムーブやってるので、はい、だっていたことないよ、和平はね、はい、でなんか同期の好きなところとか、同期の好きなところ、はい、一つだけ可愛いぞ可愛いぞ、うちの同期たち可愛いぞ、みんな見てよ、ほらこんな可愛い奴らいるか、この世に。あげか。で魔王様はね、みんな面白いなボボーが好きって今ね言いました、はい。もうちょっと詳しく言ってみなって伝えてもらえます。面白い、どこが面白いの、なに聞いてるかい。ちょっとね、ちょっと怪しいな部分が。怪しいな部分、どこが怪しいの、どこがどう怪しいの。なんか好きなことあったらね、はぁになるのがね、あすごい興奮するあれがね。で、みんないい人だし。それだけ、みんなこれからのこの人たちの道を応援してくれよ、そして魔王様も応援してくれよらしいです。ね。